なぜ、あのキャラはスマブラに参戦できなかったのか。ポケモンソードシールド、エースバーン。正直参戦しなかった理由不明。ただ、ポケモンファイターの個性はすでに飽和しているっぽく、斬新な個性を持ってそうなポケモンがソードシールドにいなかったかも。テールズ、ユーリ、バンナム枠は鉄拳に取られた。アトリエシリーズ、ライザ、正直あの DLC メンツに肩を並べられません。東方プロジェクト、霊夢、インディーゲームだから、と言いたいところだが、先日の大騒動を見るに正直参戦してもおかしくなかったと思う。ユーディル、ドラガリアロストサシュー、奇跡シリーズ、エステル、やはりあの DLC メンツに肩を並べるのは難しい。プリコネ、ペコリーヌ、ドラガリアロストでマルス、ロックマン、ジョーカーと共演。しかし、プリコネのゲームがスイッチに出てないのは事実。クラッシュバンティク、作品に罪はないが、案件元のアクティビジョンブリザードの不祥事に対し、任天堂がブチギレ。残念ながら次回作以降も参戦無理かも。ドラえもん、論外。